はい、カレンカノンとママです。夏休みになりました。ポチ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 カレンちゃん、これから長いお休みなんで、お休みになりますね。そうだね。で、長いお休みになるので、夏どこに行こうと思ってるのかっていうのと、カレンとカノンのこの夏の目標とかちょっとお話ししたいと思います。せーの、じゃん。あ、そう、靴を買いました。西松屋でプリキュアの靴をね、買ったんだけど、やっぱすぐダメになっちゃって、3000円くらいの靴を買いました。そう、ちょっと奮発したね。いっぱい履こうね。で、夏休みの過ごし方なんですけど、基本的に平日は普通に家で普通に毎日を過ごして、土日にパパと一緒に、今日はカレンちゃんは夜ピアノの練習なんです。そうです。そうなのです。そう、今日初めての習い事、ピアノの教室に行きます。この靴どっち履くか迷っちゃうんです。どっち履くか悩んでるんだよね。そう、まず夏どこに行こうかって思ってるかなんですけどね。夏はディズニーランドにワンオペで平日に連れて行きたいと思ってるんですよ。そう、無理かな一人で。そう、でも夏ディズニーね、1回ぐらいは行きたいなって思ってて、7月の終わりの平日に行くのを考えてて、熱中症対策とか今いろいろ考えてます。どう回ってどこでご飯を食べてどうしたらいいのかっていうのを。でもチケットは取ってなくて、その日の気温とか状態を見て、もう今日行くぞっていう感じで行こうと思ってます。そう、でそれと8月6日の日の土曜日に花火大会に行きたいなって思ってて、ちょっと遠出して福島の方に行こうと思ってます。あとそれと、そう、お盆の時にパパのね、お友達がいて、パパのお友達がちょっと関西の方に住んでるので、そのお友達に会いに行きたいらしいんですね。車でね、行こうと思ってます。で、その時に名古屋を通るので、名古屋のレゴランドに行けたらいいなって思ってます。カレンとカノンの生活の目標としては、カレンにひらがなを読めるようにしたいのが夏の目標です。カレンっていう文字はね、読んで書けるっていうのができるんですけど、他の文字がまだできないから、その夏休みはひらがなを一生懸命ね、教えてあげたいなって思ってます。カレンはひらがなを読めるが目標で、カノンの方の目標はちょっとね、ゆるーくトイトレをしていこうと思ってて、でもトイレのね、トレーニング。でもなんかこう、おむつを取ったりとか、そういうちょっと大変なことはしないで、普通にその毎日ね、おしっこした、うんちしたっていう声かけをしていこうと思ってます。そう、むにむに。なんかね、私カレンの時ね、結構その育児ノイローゼ気味だったから、その喋りかける育児をあんまりしなかったんですね。喋ったりしなかったね。でそれを後悔してるので、カノンにはたくさん喋りかける、お話ししてあげる育児をしたいなって思ってて、おしっこした、うんちした、何々したっていうのをこうちょっとね、気にして声かけをしていこうと思ってます。そう、あとね、歯のこと、この前2人ともフッ素をやってきました。やっぱ1歳過ぎたらね、フッ素ね、塗りに行った方がいいね。そう、塗りに行った方がいい。そうで、ちょっとね、カレンの歯茎のね、噛み合わせがちょっとあんまり良くなくて、でね、それを見すぎじゃない。そう、良くなくて、これね、ちょっと気になっててね、ちょっと顎曲がってますよね、こっち側に。それが気になってて。で、小さい頃からやっぱ矯正してあげた方がいいんじゃないかって思うので、ちょっとその病院に行けたらいいなって思ってます。で、そこでその先生と話して、その矯正していくのかどうかっていうのはまた
そのお祝いになると思うんだけど、小さい頃からねやってあげた方がいいかなって、すごい笑ってるね。そういいかなって思います。目の下がね蚊に刺されちゃって、そう最近ねやっと治ってきた。1週間ぐらいずっとここ3つぐらい目蚊に刺されてて、そうここがもうお岩さん見たくなってたんですよね。やっとね治ってきたね。にぃぐぐぐぐか。でもね夏ね、なんかまたねコロナも流行ってるからちょっとねお出かけしにくいなっていうのありますけど、で最近やっぱねちょっとね気にしなくなってきたというか、神経質に消毒をねしてたんだけど、最近それがねちょっと緩くなってきちゃった自分がいたなって思って、最近その感染者数が増えてるんで、前みたいにもっとちゃんと消毒しないとなって最近思ってます。エリック・カールのね、エリック・カールのハラペコアムシのところを見たときに、カレンが作ったやつを見てほしいという。振って遊ぶんだってさ、音が鳴る、音が鳴るんだってね。朝顔の、そう朝顔の観察日記をつけてるんですよ、カレンが。今ね朝顔お家にあって、朝顔が花開いたら押し花にしてねここに貼るっていうねのやってます。カレンちゃん金メダルもらいました。金メダルもらったね。種だったの、種だったのが葉っぱが出て、すごい葉っぱが出て、ここはね真っ白だからここに押し花をね作って提出するっていう宿題が出てます。そうね、これは彼はやらないといけないね。一番だね。ということで我が家の夏の予定でした。はい。じゃあありがとうございます。バイバーイ。バイバーイ。